核のない世界を目指して若いアーティストたちが取り組んでいくこういうことがとても今大事になってきていると思います。三点一一以降特にそのさまざまな問題、放射能の問題これが喫緊の課題になってますので今核の核のない世界っていうのは実は。 とってもこうベースにある人間の社会にとって一体これは何なんだろうっていうことを考える大変重要な時期に差し掛かっていると思います。でその中でアーティストっていう非常に感度の高いしかもその次の世代を作っていく次の時代を作っていく若いアーティストたちがこの問題と真摯に向き合っていくっていうこのことが今日本にとってはとても重要なのかなっていうふうに思ってます。 でそ,うそういう意味で、まあ、今回アーティストたちがどんなことを考えそれをまっすぐにこう伝えようとしている、えー、作品たちに出会って私自身も非常に触発を受けたし、えー、多分ご覧になっていただける、えー、市民の方たちにとってもそれはいい刺激になって次の時代を一緒に作れるんじゃないかなというふうに思っています。